じゃあ、さあ、決戦の3試合目、ということで、まあ、1戦目はですね、2本のホームラン、はい、まあ、そういうことで決まった。で、2試合目は、もう土壇場で日本ハム万波中正の、同点ホームラン、浅間のサヨナラヒットということで、まあ、感動的な試合で終わった、はい、この勢いを日本ハムは継続できるかどうかで、ロッテはそれを止められるかどうか、まあ、それの3戦目だったと思うんだけども、先発は、ロッテが谷内、日本ハムが北山ということで始まりました。で、チャンスを迎えたのはまずロッテ、あ、初回からいくか、日本ハムのね、日本ハムの初回で、北山がうまいこと立ち上がって、その裏、1回裏、松本がセンター前ヒットで盗塁で、ノーアウトランナー二塁を作るんだけど、浅間がワインドランから、バント失敗で、引っ張る進塁打を打てるかなと思ったら三振、はい、まあ、清宮倒れ、レースが倒れ、まあ、初回のチャンスをものにできなかったという、まあ、それから2回ロッテの攻撃、まあ、点を取るシーンだけども、佐藤がツーベース、これヒットでの長打っていうのはこの、シリーズってあんまりなかったんだけども、まあ、ここで出たという。で、中村が、まあ、ショートへの内野安打、まあ、ショート頭上を襲ってね、それが取れずに、まあ、内野安打になってワンアウト一三塁、まあ、友杉に必ずセーフティースクイズか何かの動きがあるだろうなと思ったら、まあ、やってきたよね、はい、セーフティースクイズ、これを見事に決められ、まあ、内野安打になるという、おまけにね、これ一つ取っときゃいいのにさ、なんかピンチを広げるような形、北山投手が一塁に悪送球という形になります、ね、まあ、そうだな、まあ、悪送球もそうだけども、まあ、タイミング的にもう間に合わなかったというね、ちょっと処理が遅くなったというね、まあ、そういうプレーだったけども、で、藤原、レフト前でつないで、ワンアウトフルベースになったんだよ、これ、ね、1点を取られ、なおもワンアウトフルベース、で、フルカウントから、荻野が高めの完全なボール球をセンターに犠牲フライ、これ、2点目を失う、しかし、ものの考え方によっては、これ見逃してたら押し出しで、なおもワンアウトフルベースで、藤岡に回ってきたんだよね。だけど、まあ、2点目を取られたものの、やっぱこうボール球を打ってくれたっていうんでポジティブになれた、助かったという、2点は取られたけど助かったという打撃をしてくれた、3点目にはつながらなかったそうなんですね。で、藤岡を打ち取って、2点に収めたというね。それで3回ね、日本ハムこの2点のところ、ワンアウトから水野がライト前ヒットで、松郷が、フォアボール、ワンアウト1、2塁、松本選手この試合以降も2出塁しましたもん、ね、まあ、そうだな、まあ、ボールがよく見えてるっていうね、まあ、シーズン中ちょっと調子悪い時よりは状態は少し良くなってきたかなという感じはするよね。いや、それで、ここでパスボールがあるんだ、浅間のところで、はい、佐藤捕手がパスボール、そうそう、パスボールさ、で、昨日もそうだったんだけど、昨日ワイルドピッチで、2、3塁になって内野ゴロで1点を失ってる、今日もパスボールで2、3塁になった。さて、浅間はね、昨日のね、サヨナラヒットを打ったんだけども、1打席目三振、この打席も三振したんだよ、はい、見逃し三振ですね。そう、これはダメかなと思ったら、清宮が初球のカットボールかなんかをライト前に打って2点同点タイムリーを打ってくれたという。かっこよかったですね。かっこよかったな。だから、まあ、こうやって誰かがミスをしたでも拾うという。でね、日本ハムは相手のミスがあった時には必ずこのシリーズは点にしてるんだよね。で、5回、北山が、まあ、北山も頑張ってたけどもコントロールがちょっと悪かった、ばらつきがあったんだよね。
左バッターに対してのフォークボールが全部抜けてたというアウトコース抜けてしまうとか多かったですね。だからコントロールというかカウントを整えるのにすごく苦労してた、まあ、そこで2アウトを取って外に対してやっぱり一発の怖い外に対して田中正義を持ってきた、はい、2アウトランナー1塁の状態、そう5回のね、2アウトからね、それで見事に三振ということで、でね田中正義がね次の回も投げるんだけども、まあ、寄せつけなかったね、まあ、非常に良かった。だから抑えっていうのはプレッシャーかかるけどもやっぱ中継ぎだとある程度気持ちに余裕があるんだろうね。だから見事にその性格を見抜いた新庄監督が起用するところを非常に考えた登板だったね、起用だったと思うよ。で、7回は河野を持ってきて、まあ、1イニングをピシャリと抑えてくれて、これ角中が先頭バッターの時に一旦その河野を上げるんだよね。8回表のことでしょうね。そう8回表の時にね、そしたら、向こうは石川を代打に角中に石川を持ってきた、はい、右バッターの石川選手、そう、そしたらまあ池田を持ってくるという投球練習した後に変わるっていう、そうだからここら辺の駆け引きもやっぱ新庄監督うまかったな。だからロッテは後手を踏んだような形になっちゃったね。で7回この裏ね2点を取るだね、まあ、同点で迎えて、先頭バッター種市が万波に対してフォアボールで郡司、バントのサイン、まあ、当然バントだと思ったんだけどこのバント処理を種市が、エラーをするセカンドに投げて、はい、タイミングはアウトだったんだけどもちょっとボールが高くて万波の足の方が速かったという、まあ、これがエラーをついてノーアウト1・2塁、まあ、当然上川端バント、そうです ね、これはもう完全にチャンスが来たというようなことでまたミスもしている、あこの回絶対点になるっていう予想が立ったんだけども、まあ、上川端キャッチャーのなんとゴロもう目の前に、バントして、2-5-3ダブルプレー取ってすぐ三塁投げてそれで1塁4アウトになってしまったという、そうだな、それでまあ2アウトランナーセカンドになり、まあ、タミヤ、まあ、粘ってフォアボール、水野ポンポンと追い込まれて、はい、2アウトランナー1・2塁ですね、そうで、まあ、最後フルカウントからインサイドのまっすぐ、これね俺は配球ミスだと思うロッテの、これなぜかというと佐々木朗希のインサイドの球も最終打席に水野はセンター前に打ってんだよね。だからそこら辺の球は強かったんだよ。でどこに苦しんでたかというとやっぱフォークボールで苦しんでた。だけどここでインサイドを持ってしっかり打ち返した水野の勝ちだった。やっぱりミスが出ると点になるなというね、そういう試合だったよ。で8回清宮がワンアウトからヒットで、ここで盗塁を仕掛ける、ね、清宮シーズン中1個しか盗塁が多分なかったと思うんだけどここで仕掛けてくる、まあ、ノーマークだったっていうこともあるけども、まあ、仕掛けてきてキャッチャーのエラーが出てワンアウト3度サード、あまたミスが出たぞと、ピッチャーというかバッテリーのミスの時は必ず得点につながるよな。いやそれでレースがなんと三振で、万波がどうするかなと思ったら万波がこの時は横山が投げてんだよね、スライダースライダーボールでボール2、さあ次の球何を投げるか、昨日まっすぐホームランされてるよね、もうスライダーしかないんだよね投げるボールって、その、ま、あのスライダーを万波がタイムリーを打ったという、だから見事にこうなんていうのか試合の流れ打席の流れを考えたバッティングができて1点を追加することになった。で3点をリードすることになり、さあ最後抑えがいない、それ田中正義投手が5回の途中からでしたし、池田選手も川野投手もここに使ってきてる状態ですもんね。で宮西が投げてるんだけどもさ、マウンドで、で先頭バッターが佐藤だったんだよね、左の、あだから宮西佐藤行っといて、で後のその中村
友杉っていうのは右だから変えてくるかなと思ったら宮西が3人とも投げて見事に三者凡退で抑えたという、はい、右の中村翔吾選手、そして もう一人右の友杉選手、友八尾と、ね、だから宮西は言われてなかったらしいよ、あ、抑えでいく行くって言われてなかったらしいよ、ただ新庄監督が最後お前行けって言われて、え、俺ずっと投げんのみたいな感じではいたらしいんだけども、やっぱ宮西はベテランらしく、やっぱ若手がね作ったこういう試合を絶対に壊しちゃいけないとか、まあ、そういうことを思いながら投げてたって言うけども、まあ、だけど先頭バッター佐藤を取ってから中村に対して初球、もう今年覚えたチェンジアップをスッと投げて打ち取った当たりなんかはやっぱ味があるよね、ベテランだわ、今年大復活しましたもんね。まあ、ただこの3連戦をこう、まあ、トータル的に見てね、まあ、感動が詰まってたし、あ、ちょっと待って、 MVP は宮西、うん、ね、まあ、それは打った清宮、水野、それは大したもんだで、まあ、田中正義ものすごく良かったしゲームを締めたよね、で川野もそうだ、まあ、みんながヒーローだっていうふうに思うけども、やっぱ最後投げるピッチャーのどれだけのプレッシャーがあるか、ね、まあ、それを見事ベテランの力経験値で乗り切ったということは、まあ、宮西にちょっとやりたいなって個人的にはね、まあ、いろいろ水野だっていう人もいるだろうけども、まあ、俺はちょっと水野じゃなくて宮西にやりたいなっていうふうに思って。新庄監督どう思ったんですかね、その8回裏の時点でブルペン投げたのが宮西とただ一人だったっていうところで、もう1イニングを行かせるぞって、いやもう腹くくったと思うよ、やっぱ斉藤由貴はもうコントロールに難があるし、やっぱ経験値が少ないと、やっぱここで経験値があって仮に失敗してもみんなが納得するピッチャー誰だって言ったら俺は宮西だったと思う、でもその期待にやっぱ宮西も応えてくれたしね、まあ、立派な投球だったと思う、はい、さすが鉄腕でしたね、まあ、そうだね、まあ、この3連戦を振り返るとさ、やっぱロッテはやっぱすごいいいチームだよ、ただその日本ハムと何が違ったかというと、やっぱ地元でできたという、その地元の利があったよね、俺ファンの力ってものすごいなと思って感じたのは、やっぱ2戦目の7回、チャンステーマが流れたんだよね、チャンスじゃないのに、それをずっと流してたんだよ、そしたらね、テンポ感がちょっと変わった、雰囲気が変わった、重い雰囲気からなんかこう勢いを感じるようになった、でもそれはね、ファンが考えてそれをやってくれたっていうのはすごく大きかったと思うよ、それとやっぱり1点を取ることがどれだけ大切かということ、やっぱ1点取ったら流れが変わる、それとミスの怖さ、やっぱ日本ハムは攻撃のミスはあった、バント失敗、バント失敗とか盗塁失敗だとか、まあこれはもう仕方ない、だけどやっぱりやらなきゃいけないことができなかったのがロッテかなと、やっぱこうバッテリー間のエラーがちょっと多く目立ったというね、まあ、そこで足を引っ張られた、まあ、力はそんなに変わるもんじゃなかったけども、やっぱ地元とやっぱそのバッテリー間の違いっていうのはちょっと出てしまったかなっていうような感じがするね。やっぱ第3戦特にファンの声援が1個ボルテージがまた上がったというか、上がるな、日本ハムが守備の時ランナー1塁にいて、こういう時大体ロッテの上はその盗塁をに対して声援をかけるというか、うん、ピッチャーに圧をかけるみたいな応援するんですが、その時日本ハムファンの拍手、うん、それでなかなか珍しい光景をすぐ見れたなと思って、まあそうだな、だからファン一体となってね、まあ、勝ち取ったファーストステージだったと思いますね、まあ新庄監督が夢に描いてる日本一ね、この計画通りにファイナルには行きました、ただしこの夢の完結の第一歩っていうのは伊藤大海がやっぱソフトバンクに初戦勝てるかどうか、はい、もうこれにかかってるよ、ソフトバンクは1位通過なのでアドバンテージの1勝が最初からある状態ですもんね、 それを伊藤大海が消せるかどうか、何のためにこの
ファースト3試合を温存したかというところになりますので、そうそう、まあ、伊藤大海は相当なプレッシャーがかかると思うけども、まあそれプレッシャーに打ち勝てるかどうか、ソフトバンクに勝てるかどうか、まあ、新庄監督の、まあ、夢の続きはまず初戦にやってくるということで、また注目してください。ありがとうございました。